縦に入れてきた。ジャーメンが低い位置、うん、さあ左サイド松原を使います。中央には後藤、ディフェンダーから少し逃げる動きを見せていた。さあドゥドゥか、上原決めた、2対0。上原今シーズン3点目を挙げました。技ありのゴール、2対0。まあ、非常にこう自分たちのリズムでボールを動かしながら、左のここのところですよね、ポケットというところですよね、から松原のクロス、その中でこぼれたところしっかりと上原が狙い通りですよね、非常に素晴らしいコースのに蹴り分けましたよね、落ち着いてね、はい、まあ、素晴らしいゴールだったんじゃないですかね。あそこドゥドゥ打たない